とりあえずこれでいいとして、あ、いいんじゃん、全員。何こいつ、なんかすごい人いない、これ。え、全然おじさんの目にはどういう髪の色か。はいはいはい、そうなのよ、ちょっと大変でさ、と心中さすると、ゼイユの友達ですかね。友達いるんだね。ゼイユの話は半分に、ちょっとタバコ吸っていいですか。すごく会いたかったりすると、うん、会いたかったよ。はいはい俺はこれゼイユには結構冷たい人なんでね、冷たかったっていうか、時間ゼイユと会えてよかった、さよならと。すごいとこに分け目が、あれなんですか、十字の分け目でしたよ、センター。この何でしたっけ、なんたらドームを意識してるんですかね、あの髪型は。会えてよかったよと。うん。今やさん全然変わってないよねと。私は最近、ブライア先生といろんな、ブライアっているんだよ。あの校長じゃないんだよ。多分あの女の先生だと思うんだよな。あの緑の仮面で出てきた、あのおしゃれな、綺麗な女性だと思う。あ、じゃああれか。ここでバトルイベントということですね。まあ、任せなさいよ。まあ確かに見た目は変わってないですけど、中身はもう全部変わってますよって話ですよ。青の円盤仕様ポケモンですかね、こっちはロケット弾が。青の円盤ロケット弾が、ゼイユを泣かしてやりますよと、瞳孔が開いちゃってと。知ってますよ、あなたがポケモンになると瞳孔を開くの。ドデカ橋なんて言ってるじゃないですか。こっち何ですか、あ、アンポンタンとトンチンカンですね。もう任せてください、こっちは。アンポンタントンチンカンにテラリウムドームね。土の味。あ、なんかこれ、なんか最初もそんなこと言ってましたよね。威嚇はでかいぞ。やば。やば、タニエンです。あ、なんか気合を貯めてるわ。それは悠長です。あんま聞かないけど、岩なだれが。なんでえ、なんでやけど引いたの。俺火炎玉戻してた、まさか。ノデカ橋に一番当たんなきゃいけないのに。え、なんでやけど引いたの。ごめん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 。理解が追いつかない。ドデカ橋ってそういうあれなんですか。助けだよな。え、なんかそういうやつ、ドデカ橋って。これ何、くちばしキャノンみたいなの打ってきたよね。仮の前はもうちょっとだるいな。あ、まあ、100レベルだからか。100レベルだから、トンチンカンより早いってことね。え、外れた、また。え、なんかこれ、ドデカ橋なんなの、マジこいつ。何の能力者、こいつ。何の能力者ですか。なんか当たんないんだけど、攻撃が。攻撃が当たんないってことも勝てないんだけど。じゃあ、あの、くちばしキャノンみたいなのエディツネンだけど。もう怒りの前歯もやばいんだけど。まあ、これで、くちばしキャノンは、なんで火傷したのか知りてえな。炎の体ってこと。あ、当たったわ、攻撃。当たるんだ。今一つの技使いなさいよ。え、ドデカバシ、これ炎タイプなの。いや、あるよな、その可能性。今、二度茶してきたしな。炎飛行なの。え、なんかその、あれみたいだな、すごい。はやての翼の。出てこん。全然出てこん、名前が。名前が全然出てこん。なんだっけ、はやての翼のさ、あの、ウルトラサントリーとか、えげつない強かったやつ。ファイアローだ。はい、出てきた。このちゃんと考えれば出てくるんだ。これ岩の中でも全然当たんない、俺。なんか左側のポケモンに全然当たんないんだけど。そういう仕様なのかな、ダブルだと。そういう可能性ない。左側のポケモンに当たりづらいみたいな。そういうのあるかな。やばそっちゃ。これ負ける？負ける、これで2体か。じゃあもうこっちのもんでしょう。あ、テラスタラすんの、お前。あれ、こいつ、テラスタラ今までしてたっけ？いや、記憶にないな。あら、してた？え、これ全然ちょっと緑の仮面が。いや、してないと思うんだよな。これ初テラスタルなんじゃない？草テラスタルだって。シャカシャカにしてやりなさいと。シャカシャカね。シャカシャカ砲か。あ、これって草技なんだ。じゃあ、どっちにか言ってるだろう。全体技でした。まさかの、シャカシャカ砲が全体技でした。恐ろしい。耐えねえかな。耐えた。おいしょ。はい。ちょっと俺、回復します。回復すると、あれなんだね。あー、そんなのあるんだ。回復すると、テラスタルができないんですね。まあ、けどこれ、トム・フォードの一発でどっちか落ちるでしょう。さすがにね。うん、びっくりした。なんか、今の間がちょっとすごい、落ちなかった。やば。やばばばばばばだ。やばばばばばば。やばばばばばば。これ、崖の上の出すわけにいかないか、これ。おもてなし、これおもてなしいくくね。え、なんで俺今、あ、化学変化ガスか。これまずいぞ。トム・フォード、これ怠けちゃうからな、これ、あれがいないと、O157 がいないと。え、なんか当たらなかった、ラッキー。でもこのズルズキンはもう、トム・フォードが倒してくれると信じましょうか。
なんかさ、結構この NPC といいバトルしてちゃう、これダメなんじゃないのこれ。そんな気するけど、うん、よく耐えた、よく耐えた。だけどまあトム・フォードによって殺されちゃうんだけど、トム・フォードによってやられてしまうんですけど、ごめんな。ダブルバトルむずっ。トム・フォードやられる、あっぶな、怠けでやられたようなものだしな。あれバカ力で格闘が抜群なの。悪タイプか。ユニノソウスケと台湾か。あんなことになったわ。ギリギリだな。結構ギリギリだというね、ゼイユとの勝負。この先大丈夫か、まださ。こんな調子で大丈夫なのか。で、ゼイユ。おっ、崖の上のが進化すると瀕死だけど。めちゃめちゃテカテカしてんな。干からびた死体がね、潮が引くと現れる。かわいそうな図鑑説明から。稀に大量発生すると、あたりの目が魚ポケモンが一切なくなってしまうと。なんかすごいメタリックだな、ドブクラゲ。まあいいんだけど。なんかすごい海パン感がすごくないですか、めちゃめちゃ。海パンが。海パンっぽくないですか、ね、すくみずっぽい感じが。すくみず感。濡れたすくみず感がすごい出ちゃってんだよな。すぐ、あってないわ。あ、闇落ちしたすぐでしょ。この公式でネタバレ食らってるからね。見分けつきますよ。え、この声は誰だ。貧乏ゆすりしてる。貧乏ゆすりしてますが。やっぱりすぐだ、すっごいニアミス。感じ変わってるな、もう。あ、絶対タバコ吸ってるよ。タバコ吸ってる人は、静かにと。ごめん、今月は家の用事忙しくて。そっか、分かった。だったら一生弱いままでいたら。いや、それは。忙しいみたいな、代わりに書いてやるよ。え、何よ。あ、部下。本気になるな、俺の部下。あ、部長なの、すぐり。許してお願いと。何の部活やってるんですか。喧嘩部。喧嘩部でしょ、絶対。すぐ見た目も性格もちょっと変わっちゃって、林間学校終わってからかな、あれからなんか。じゃあ俺のせいじゃん。なんか胸くそ悪いもん見ちまったな。おっと、ブルドックの。なんかこういうブランドありませんでしたっけ、ヤンキーおじちゃんが来てる。おやおや、全員見たことねえか。もしかするとそちらさんが例の訳ありさんと。面倒いのに見つかっちゃったと。おいおい、紹介くらいしてくるよ。柿翼。いけつかない男と。そんな紹介の仕方。一番強かったやつ。え、じゃあ今誰が、すぐりか。私のすぐりとも友達なんだろ、いいあんた。嘘っすよ。ぐれちゃったんですけど、俺がオーカポンあげちゃったから。んー、やっぱそうかいと。そいつはいいなと。それじゃあまたぞ、おいらたちの部室案内するぞと。おー、部活。あ、かきつばたとゼイユは同じ部活動をやってるんですかね。何部なんですかね。こっちは喧嘩部じゃない方がいいですけどね。袴着てるんですか、あれ。スカートですか。腰に巻いてんのか。あれだね、神奈川の JK スタイルですね。腰にセーター巻くスタイルか。神奈川 JK スタイルと、かきつばたは。なんかだってズボンみたいに着てましたよね。じゃあ JK かきつばたは、これ、何の部活に入っているんでしょうかと。テクテク、で、クッと、歩くときにテクテクいっちゃうタイプですね。やべえな、かきつばた。かなりやばいやつですけど。あ、悪くないですね。ちょっと友達にはなりたいかもな、どっちか。バルキー色違いじゃない、あれ。あんな色だったっけ。なんか顔色悪いけど大丈夫。リーグ部っていうんですか、何ですか、リーグ部って。あ、ちょっと選択肢出てきましたね。へへん、よくぞ聞いてくれましたと。ブルーベリー学園にはブルベリーグという制度の中でのランク制度があると。これで上位を目指すリーグ部っていうのがあると。ブルーベリーグトップレベルに強い人は、ブルーベリーグ四天王と呼ばれていると。このムカつくやつ、カキツバタも四天王の人だと。あ、ぜひランク外なんだ。課外活動ですよ、リーグ戦やってないだけですと。成績は四天王なんて余裕で飛び越えてんだからと。あ、じゃあ四天王は余裕ですね。揺れないお守り。持っていると本格クリティカルが発生しやすくなると。へぇ。リーグ部の服。いらないですね。冷た。我ながら冷たいですね。いらなかった。さらに今ならなんと、お菓子も食べ放題。あ、お菓子はね、あんま食べないんですよね、私。飯食うの方がいいですね。唐揚げとかの方が。唐揚げとかないですか。ちゃんとした飯がいいですね、どっちかっていうと。お菓子とかじゃなくて。飯、唐揚げが欲しいです、今。今、唐揚げ食べたいかな、どっちかと。他弁の唐揚げがいいな。欲を言うとね。デートなんていうの？デートしに行ったの？デートに興奮したわけじゃないから。ごめん、やっぱここで落ち着かないと。なんかすごい、なんか善意が乙女になってる、すごい。なんか、女善意出してきてるけど。デートしたいんだろ、お前、ほんとは。だけどな、俺全然善意があれだからな。こいつに嫌なことされてるからな。え、唐揚げないの？唐揚げ。唐揚げはなさそうだ。え、俺どこ行けばいいの？え、俺は何も聞いてなかった。ごめん。あ、部屋ね。部屋に行けばいいのか。またゾウの部屋とかあるんだ。ちょっとすぐりに会えないかな。お前にグレてんだよ。一発ちょっと、友達だからちょっと、
あのグレカタちょっとどうにかしてあげないとな。ブルーベリーの生活はほとんど寮生活が、そっちの中で見ると部屋はどんな感じ？あ、いや、全く一緒の配置ですね。今度私の部屋にも来ていいわよと。あら、お誘いがあったと。これなんかゼイユとのこのなんか恋愛モーションみたいなのもあんのかな。信用しちゃダメやと。やる気なさそうに見えて裏で何考えてるかわかんない。3回も留年してんの。それが外在を起業しちゃダメよと。俺らより3歳も上なの。すぐあれ、さっき見たと最近怖いの。北上から持ってきて人が変わっちゃって。毎日寝る間も惜しんでポケモン鍛えて勝負して。あの子すっごく強くなったの。学園で一番強かった柿沢さん倒しちゃったし、今はリーグ部部長と部長なんだ。あれじゃあやっぱあれが部長なんだね。あなたは、またときはマミの友達にいてあげてといいだろう。任せろって、ダチになっといてやってな、お前。この後ガキツバタと食堂で会うんでしょと。ついてた教授にレポートをやんないといけないから、ごめんねと。いいっすいいっすよ。全然。ガキツバタと話そう。もうガキツバタとこれ何の話するの？スキヤの話でもする？スキヤ。ガキツバタスキヤで何食べる？飯食いながらちょっといろいろと話そうか。食堂、ツバスさん的におすすめは、学園定食。学園天国みたいな。あいつもこいつもあの席の棚一つ狙っているんだよって。このクラスで一番の彼女の隣を、あはーって。ん？お、あれじゃん、四つ十字。なんかめっちゃ来たんだけど。クイックボール炒め男いる。会いたかったよ。四天王。すぐに俺にはノータッチなの。一緒に飯でもどうやって誘っただけなんだけど。くだらない。そんなに今少しもポケモン強くじゃ。だから俺に負けるんだ。すごいな。すぐりすごいな。俺無視かよ。こんな見た目だったらもう一瞬でわかるけど。え、またぞ。あれ戻った。久しぶり。なんでって。交換留学できてんだよ。あれやっぱグルテのちょっとキャラ、路線変更しようとしてる可能性あるよね。本当はまだいい子なんじゃない？ブルーベリー。お、いいね。それ燃えるじゃん。こいつが俺すごい気になってんだよ。この四つ十字も気になるけどね。十字の爪がこの後頭部のね。十字の爪が後頭部に食い込んでる女の子ね。え、これ太郎も四天王なの？え、これ四天王ってこと？あ、柿つばたも四天王。柿つばたが四天王なのか。この、すぐりがチャンピオンだもんね。なんだ？ロバートの山本みたいになっちゃったけど。なんだって。え、これ何が始まるんですか？ポケモンリーグの話じゃね、なんか、ブルベリーグに参加するかどうかみたいな。相手が誰だって、俺は負けないと。俺ちょっとすぐりには負けたことないと思うんだけどな。すぐりくん、かけたらそんなによくないと思いますよ。ん？何が？目ですよ、目。太郎先輩に怒られちゃいましたけど。じゃ、クイックボール炒め男、あ、もう行っちゃった。え、誰も飯食わんの？え、誰も飯食わんやん。参加、ああ、いい、ブルーベリーグには全然参加しますよ、かけちゃん。フォローしてくれるぞ。正式にエントリーしなくちゃ。エントランスの受付に行こう。ああ、これでもう始まっちゃうんですか、ブルーベリーグが。いらっしゃいませと。あれないですかね、ホロホロチキンないですか、ホロホロチキン、学園ピザ、学園定食、あ、これが学園定食か。各パワー全体。え、えぐくね、学園定食。え、学園定食えぐくね、全タイプじゃん、基本。え、えぐ。あ、けどこれ BP が必要なんだ。あ、やっぱこの BP 集めはちょっとちゃんとやっとかないと、やばそうだね。けどこれなんかユニオンサークルでお友達と BP を貯めることができるみたいな話でしたよね。まあ、一緒にやるやつはいないんですけどね。ここでブルーベリーグの受付をすると。またどうのブルーベリーグさん、俺が認めた。こそこそと裏で色引いてるみたいだけど、またどと高いのは俺にとって望むところなんだよ。そいつ、え、これ何、すぐりと早速やっちゃう感じ？俺とやるまで負けたら、ああ、なるほどね。まあ、頑張るよ。けども、オーガポンのことはいいのかな？なら、ニカッてしましょう。ニカッて。笑い方が怖いよ、すぐ。ああ、なるほどね。じゃあ、すぐりはチャンピオンだから、最後まで。で、このブルーベリーが始まっちゃうんですか？嫌な感じはあんましなかったけどね。ちょっと路線変更みたいなとこあると思いますよ、ゼリーさん。そういうのちょっと考えてあげなきゃ。これは結構いい、あれだと思いますけどね。兆候だと思いますけどね。うん。なんか入っていっとくけど。ほら、いいへんじゃん。人間って生まれたからにはどでかいことやりてえもんだと。なんか怪しいけどやるからに頑張りなさい。私も応援してると。すぐのことお願いねと。任せろって。とりあえずすぐりを任してやるよ。もうちょっと勝てるか結構心配な感じなんだけどな。通常は一般生徒さんと勝負して勝ち上がるところ始まるんですけど、またその四天王の数名とシアの校長からの推薦はランク上位からの策。はじめからテラリウムの4つのエリアを基礎にする四天王に。はい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 。そういうことね。
はいはいはい。ああ、割るまで出ちゃってんだ。赤松って言うんだ、クイックボール炒め男。クイックボール炒め男はこの最後じゃない、ちょっと。どいつが調整するか任せるとしてんの戦いもちょっぴっとした合わせにもあるから。ああ、はいはいはい。いわゆる事務戦みたいなことがね、このしてんのっていうのは。そうだな、柿つばただから、柿つばだから仕留めに行く。行きたい場所を探そうと。はい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 、なるほどね。そうだな、俺さっきさ、どこのあれ行ったんだっけ、サバンナエリアにいたんだっけ。サバンナエリアからコーストエリアに向かったんだよな、確か。じゃあ、この十字の爪から行く？十字の爪から仕掛けに行こうかな。ここら辺のボケもまだ見てないしね。十字の爪、カキツバタ、タロニ、サバンナ赤松。サバンナ赤松から。サバンナ赤松を最後にする？ここら辺のポケモンは、まあ、まだちゃんとは見えてないんだよな。まあちょっとだからこれ最初の獲物は十字の爪後頭部に、十字の爪を後頭部に食い込ませたお姉ちゃんから行くか。まあじゃあ今日はそんなことこでいいかな。